はい、どうもこんばんは。天ヶ崎剛志長渕ということでね、皆さん今日はどうでしょうか。一日無事に、お勤め、済みましたでしょうかというところでね、なんとか私も今日一日、寒い中ね、皆さんそうでしょうけれども、無事に終えてきまして、なんとか明日明後日だね、休日に突入というところですね。また雑用から入ってバタバタやっていきたいなと思いますけどね。皆さんもどうしよう、まあ、この時間まだまだねお仕事をされている方もいらっしゃるかというところでね、まあまあ今日も自己満の一発ですよね。まあこれが癒しになれば、もしくは、仕事のね、原動力にパワーにラストまでやってもらうねお仕事のパワーになればというところでね、行きたいと思います。まあまあまあ、毎度毎度の自己満ですからね、これ50歳からのスタート、我流のギターパフォーマンスですからね、まあ、それなりのという形で聴いていただければありがたいかなということでね。まあこの歌の方はですね、飲み屋のカラオケで30年余りお金を使ったという方ですね、全く大したことはございませんがというところと、あとまあコロナね、今もうえらいことになってきてますから、くれぐれも注意してくださいということでね、僕も、昨年8月にねコロナにかかってしまうとね、不覚にもというのもね、10日間死にかけたというところですね。もう二度とかかりたくないということで、そういう、酒タバコもやめてますからね、6年前から飲みの場とかそういうところには一切行っておりませんが、むしろ仕事と会社とね家との往復ほぼほぼ、まあ、週末には、買い物にはもちろん行きますが、まあ、普通にね手洗い消毒してから店内に入ってですね、それはもう密は避けているというところでも、もらってしまうというところでね、非常に怖いというところでね、皆さんもご注意してくださいところで、まあ、コロナがなんとか収まってねくれたら、企画的にねこの YouTube 企画的にも、表へ出ていてですね、仕掛けたいというふうにずっと考えておりますが、まあまあまあしばらくはギターパフォーマンスは家からというところと、あとはほぼほぼいつもの宝くじとかスクラッチとかそのあたりはちょっと人混みを避けてですねやってみたいかなというふうに思っております。まあ、べしゃりはその辺で自己満の曲いきます。よろしくお願いします。なら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 わけもなく家も出たんだ、公衆電話から友人に声をかけ、待ち合わせた16の夜、ガソリンスタンドの自動販売機
口で缶ビールを開け、二人空を眺めた工場跡、空き地へ続く道でタバコをもみ消し、すべてに唾を吐いた友人、あの時の空を忘れちゃいないかい。友人、あの時のエネルギッシュなお前が欲しい。帰りたい、帰れない、青春と呼ばれた日々に戻りたい、戻れない、朝まで叫ぶ俺がここにいる。なら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 No, 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 no,レンガの壁に染みついた汗の匂いは10年前の友人、お前を思い出させてくれた。俺たちのプレイグラウンドにいたあの時のライン、6秒プラットで走るつもりでいたんだ。撃鉄が落とされ、俺たちは駆け抜けた。人生だよ、見えないゴールへ向かって。友人、あの時の空を忘れちゃいないかい。友人、あの時のエネルギッシュなお前が欲しい。帰れ、青春と呼ばれた日々に戻りたい、戻れない、狭間まで叫ぶ俺がここにいる。なら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 はい、お気に入りでした。大きに大きにありがとうございました。ということでね。
途中で指がつりそうになったりなんかしたりなんかしましたね。15万ですけれども、大きなところね、今日もなんとか一日、任務を果たすことができましたということでね、なんとか毎日毎日ね、本当にこの一生懸命に、拙いねギターと歌でやっておりますが、まあまあなんとか60歳まではね頑張るというところでね誓ってますから。そして筋トレもね、明日筋トレです。1週間に一発なんですけどね、最近はそれまではずっと週3発目安でやってましたけどね、この、 YouTube から Twitter ねまた見れるんでね、見ていただいて、この筋トレをやってるとこはなかなか取りづらいんですけれどもね、ボディを映ってるやつも出しますので、よろしくお願いしますけどね、両方60歳までは頑張りたいということでね、今日初めてお会いしたあなたも、まあまあ、尼崎剛名口とかね、応援よろしくお願いしますというところで、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますとかね、そしていつもね、チャンネル登録、ご協力してくださってる皆さんもね、ありがとうございますというところでね、またよろしくお願いしますよ。なんとか今年1年も飛ばしていきますから、明日もね、よろしくお願いします。大喜利、バイバイ。よろしく、ロコロール。風邪ひかないように、ね、コロナも気をつけてよ。バイバイ。